武道やってんだから来たらやばいんだよさよならって、そういうふうに本当に悪者が来たら、悪者ってから全然知らない人が来てさ、自分のとこ来たらどういうふうにしますかっていうのが大事なので、それこうやってやってたらやられちゃうんだよね。でやられて、彼は何強、ものすごく強いかもしれない、で弱いかもしれないで、自分より弱いかもしれないんだけど強いの、強いと思ってんの。だからこうやって引っ張り込まれたらやられちゃうんだよ。だから来たら相手が変な人が来たらこう逃げてんの。そして自分が安定してるのが大事っていうことを教えてるわけ、言ってるわけで、こういうふうにやってこうやってこういうとこ行ったらやられちゃうんだから、自分はやられちゃうんだから、だから武道やってんだから相手の資格に入って自分が安定してるってのは一番大事なことなので、それが分からないとこう形を追っかけてるわけじゃないの、こうやって形だから来たらやばいんだよねって、こういうふうに自分が安定して逃げちゃうっていう、そういうことが大事だからね。もし相手が変な人が来たらとか、武器持ってる人とか、そういう時は無理やり戦いに行ったらやられちゃうかもしれないの。だから資格もらって、そして余裕があったらこうできるんだけど、余裕がなかったら やらないってこと、そういうことを考えてほしいのね。武道だからで、それで下資格から下で、そういうことを練習しましょうって、そういう話で、これ練習だから訓練してないことはなかなかできないの。だから練習をたくさん重ねて、それで変な人が来たらやばい自分は逃げる、でそういう形ね、そういう形やってほしいんですよ。そうだ、逃げて下落として、で自分に影響ないようにね、なるべくですよ、なるべくじゃないとできないんで、完璧はできないんだから、だから稽古してるんだから、だから完璧はできないの、だから完璧はできないけど、できるだけこう、攻撃を守ってさよなら、攻撃、相手の攻撃から自分が不利になるって、自由になるって、そういう話ね。そして下の方の稽古、こう下の方のこういう稽古、それでこういっちゃったら、あ、ちょっとまずいな、これ傾いちゃったなって言ったら、こうやって戻すの、自分が気づくってことね。そういろんな相手がいるからやって、そして、あ、失敗したって、失敗しないと分かんないから、なかなか人間ってね。で失敗するのはすごくいいこと、でも失敗しなかったら倒れてこうに来るんだけど、まあ失敗 しないようにで自分が安定してるって、そういう姿勢が曲がらない、そして安定してる、そういう感じね。じゃあ下の方やってみましょう。あの優先順位っていうのは大事なの。優先順位が転換してあっちいいんだけど彼は待ってないんだから、で腰返してくるんだよね。あ、そうそう、来ちゃうんだよね、来ちゃう前に。だから向こうやって転換の時はいい形だったの、でもこういう場合は下に落とさなきゃいけないの。下に落とすってこと。転換も大事だよ、転換で線を外してあちらどうぞっていうのもすごく大事。でもの残ってたら、そういうふうにやってたら来ちゃうんだから、だから下にやるっていうのはそういう形だから、転換よりも下の方が大事だよって、そういう話で、ね、でも転換の時は転換だから向こうやってるんだけどね。受け身の人は受け身取るためにやってるわけじゃないから、反撃するのが目的なの。だからこうやって来たらね、来たら反撃するんだよ、反撃するのが仕事なの。だからでもお互いに下手なんだから、下手だから待ってないとできないの、彼はね。だから待ってて それでそうした時に落とされちゃったら、それでそういうふうに、だから優先順位も大事っていうことね。あ、
彼が来てるんだから、彼が来てここに来てるんだから、ここに来て資格もらってすぐ下に落とす、そういうのが大事なのね。その技によってその優先順位が変わってくるってことで、今度は足自由で、足自由って四方投げだけど、まあ、待ってもらってね、こうやって待っててもらってやってもいいよ、あの最初はできないから。でも僕の場合は四角あっち通り道をここに来てるんだから、待ってたら来ちゃうんだから、だから通り道を開けてこっち、それからこういうふうに上げて四角から落とすっていう、そういうことをやってるわけで、やり方によってはね、人によってはここの肩口にこういうふうに上げてきて、それから入ってきて落とすっていうこともやってるわけで、いろんな手法投げがあるので、いろんな先生がいるので、だからその考え方によっていろいろ違うので、も僕は来た時に、あ、あちらですか、そしたらここ手があるよね、そしたらこういうふうに歩いてきたの、そしたらこういうふうにできたっていう、そういうふうに やってんので、人によってはこういうふうに肩口入れてきて、おそしたら浮いてるよね、浮いてるところに入ってきてこういうふうに落とすってこともできるわけで、人によって違うから、それはそのなんていうのかな、でも共通してるのは、こうやって入ってきても、この手が効くように入ってきたらやられちゃうの、だから効かないようにやってんの、こう転換しても効かないんだよね、これおへそが向こう向いちゃってるから、そうしたからこうに入ってきたの、だからこの手は効かないの、こっち入ってきてもそう、この手効かせないためにこうに入ってんだからで、その目的はこういうふうに肩口に入ってこいっていう人と、伸ばしてこいっていう人といるんだかもしれないんだけど、その目的はその攻撃をもらわないために安全な位置に入ってるってことね、自分がね、で武道だからね、そういうことを練習してるわけだから、もらっちゃったら何もなんないの、もらっちゃったら何もなんないの、だからそういうことでこういいよ、肩口入ってきてもこうやって転換で入ってきてもいい、要はもらわないことだから、武道だからね。 で足が自由にすればこう、足が自由、手は不自由かもしれない、こう握られちゃってから手から行ったら不自由、でも足は自由、足はいろんなとこ行ける、そういうことを やってんのね。で足の練習もあるから、じゃあその四方投げっていう形を使って四角ね、この手だから、この足だから、ここが来ないようにやってるっていうのは、それが大事で、自分が安定してる、それが大事だからね。じゃあ四方投げで自分が優先ってことね、自分の安定してるのが優先だから、こういうふうに安定してさよならってこう逃げちゃうっていう、そういう、こう来た、捕まえに来たの逃げちゃうって、そういう、こう逃げちゃうって、四角からじゃないと、ここからこうやって切れないからね、この手とこの手は重なってた方が切れやすいので、四角から入ってるってことね。この手はこういうふうに離れてる、原理っていろいろあるんだけど、こう来てこうやって、すごい力が持ってるんだから離れないんだよ。だからここはね、この矢はずに持ってるんだけど、このこういうふうに重なってきちゃうと取れちゃうの、自然と。こうやってやっただけで、これ引っ張っても取れないんだよね。だからここは重ねて、そして四角からこうやって、そういうふうにやった方がいいのね。それでそれの応用なんだけど、まっすぐ上に持ってきていこう。でこの腕を何かしようとすると、何か腕をしようやられないんだよ、彼だってここ持ってきてんだから。だからこうにやらないで、手いかないで、手じゃないところ
手じゃないところ、 手は最終的には手なんだけど、手じゃないところを考えてないとダメだってことね。 そしてこういうふうに通り抜けてきたら落ちてきて、こう普通は正面打ちなんだけど、まあいいや、こうね、こう後ろ、それでさよならでもいい、でさよならでもいいけど、こういうふうに帰ってきたら彼が折れてきてボカってこうにやったっていうふうにやりたいわけで、これが入り身投げっていう形ね。でここ正面にいたらやられちゃう、やられちゃうの、いや払われないんだから、だからこうやって離して、こうやって離して、で後ろもらった、でここの寄り所にしてると この手が寄り所になってるの、彼ので、彼は引っ張り込んできて、あ、そうそうそう、やられちゃうんだよね。だから寄り所作らないってこと大事なので、こういうふうに寄り所作ってないの、彼の寄り所なし、自分が安定してさよならでもいい、でもね、でも通り越してきた時にこういうふうに落としてる、で寄り所ないよ、寄り所探してんだけど、寄り所ってすごい大事なの、人の寄り所って。で僕がやってる時は、例えばさ、例えばこうやって後ろ来たら寄り所欲しいの、こういう寄り所欲しいの、寄り所、何しろ寄り所は何でもいいの、何でも、あ、じゃあ間違い、こう来たら寄り所欲しいの、よし、寄り所が得る方が勝ちなの、あの武道の場合はね。だから寄り所はない方がいいの、だからこうやって後ろ来たら、こうやってやってたら寄り所になっちゃうの、でもやられちゃうの、だからこうやって入ったら寄り所ないの、ほら寄り所ないよ、寄り所ない、寄り所なくてこういうふうにやって、そういう寄り所だから作らないってことね。相手に寄り所を求めると相手が寄り所になっちゃうから、だから寄り所を作らないで、こう入ったらそれで寄り所作らない、こういうとこ寄り所したい、こうやってやってったら寄り所になっちゃう、そういうことね。じゃあちょっと入り身投げの形でやってみよう。あの寄り所の話を最後にしたんですけど、こう来てね、この手を寄り所にしてこういうふうに落としてるとかね、後ろに真後ろ入ってからこういうふうに落としてると寄り所になっちゃうの、この手って、この自分のな、ね、彼は受け身を取りに来てるわけじゃないの、こうやって寄り所を作ってたら彼の寄り所になっちゃうの、この手って。だから彼はこの手を利用して、そうそう、それでなんか反撃が来るわけだから、来ちゃ困るの、だから寄り所を作らないの、こういうふうにで、彼が勝手に倒れたようにやりたいの、彼が勝手に彼の自由意志で倒れたっていうふうにやりたいわけだから、この手でこうやってやってるとこうやって崩そうと思ってるのかもしれないけど、これ寄り所になっちゃう、この手が寄り所になっちゃうから、だからあんまり使っちゃダメだよって、使わないんだったらこう落とすのはいいんだけど、こういうふうに自分の体で寄り所作ってないの、こう触ってないの、だからこうやって寄り所、こうやってやらないようになるべくやってんの、なるべくね、なるべくだよ、できないんだから最初はいいんだけど、なるべくそういうふうにやってくださいってこと、こういうふうにこう寄り所作らないの、そういうふうにやってほしいって、こう話、まあそういうことで、見てるとね、みんなこの手この手この手で こっちへやりたいのね、じゃないんだよね。あの僕はさよならしたの、さよなら、この手は使ってないの、あんまりこう来て来たらこう回ってくると自然と自分のところに落としてくれば、彼は自然と落として、この手は使ってないってこと、この手を使うと
こういうふうに使ってここを使ってそして入ることになっちゃうの。じゃなくて僕は通り過ぎてるって感じなの。こう来たらこう来て通り過ぎ、さよならでもいいんだけどここを通り過ぎたの。だからこの手は使ってないのあんまり。この手を使うは使うほど難しくな、崩してってなっちゃうの。でこの手、この手ね、この手で、この手は使わないでこういうふうに入ってるの。彼が勝手に倒れたの。そしてこういうふうに寄り所がないようにこういうふうに入ったので、そういうふうにやった方がいいかなと思ってるんだよね。見てるとそういうふうに見えますからね。あのみんなこういう手を使ってこうこうやってこうやって崩してるのね。こうやってこっちからじゃなくて僕は通り過ぎてる、こっちへ通り過ぎてる。だから勝手に彼が倒れてきてこういうふうに倒れる。そういうふうにやった方がいいかなって。で今は後ろ、あの入り身投げは後ろ、後ろこっち入ってきたのね、こっち。で今度はこっちから入るの、こっちから。こっちから入るとこの手が嫌なの、この手足で待ってる、来るの。だからこの手、この手はあちらどうぞってやったんだけどね、こういうふうに入ってる。 そしてこの手を止めたいの。あ、やだなって、こう、それで前から入りたいの。こういうふうに、こういうふうに、こういうふうに。さっきは後ろ、今度は前から。そのためにはこの手を止めないといけない。黙るってやばいんだよ、やっちゃうんだよ、このまま待ってりゃ来ちゃうんだよ。だからこうやって止めてんので、来ないよね。で来たら、来たら、あーってやばい、やばいんだよ。それで来ちゃうんだよ、こうやって場所をバッて来た。そういう感じね。それが一挙って形だから、本当は振りかぶってやってやってやりたいんだけど、それよりちょっと前の段階ね。後ろ、今度は前から入るの。前から入るんだけどこの手が嫌だ、だから止めたい、止めて、それで入る。で場所、場所、この手何もやってないよ、場所もらう。そしてこういうふうに出してきた。こうき、この手を、この手をボカってこうやってやってたら来ちゃうの。あ、来ちゃうの。こうやってやったら来ちゃうの、来ちゃうの、来ちゃうの。だからこの手でこの手を止める。あっと、こういうふうに止めてんの。そしてこういうふうに緩みが取れたよね。緩みが取れたらこういうふうに入ってくるの、こういうふうに。そして出してくるとこういうふうに座っと一丁って形、表こういうふうに来て、この手を止め、はあ、この手を止める、この手を止めるのが第一優先。あ、当たっちゃったら、こう当たっちゃったら、膝が来て当たっちゃったら終わり だから死んじゃって終わりだから、この手を止めて、ああってやばいんだよって。で その時にはこうきつくなってんだよね。いやいや、こういうふうになって、こういうふうに止めてんだから、こう見てんだから。そしてこう、このまま入ってくる場所。そうそう、そういう感じね。それでこの手、そしてこういうふうに入る、そしてこういうふうに出す。そういう意識でね、やった方がいいかなと思うんでね。あの今度は表から、表からこっちから入る、と止めてからこういうふうに、そしてこういうふうに。じゃあちょっと表だけ、一挙の表やってみよう。あのね、足自由なの、足自由なの。足止めてやるとこう、足を止めたらできないの、やられちゃって終わっちゃってる、だからできないの。で足が自由なの、足が、あ、やばいなって、こう足が、この線を外すには、線を外すには自分のへその前が一番いいの。そしてこの手で、この手を止めるので、だからこういうふうに入ってるの。で足が自由なの、手を、足を止めてたらできない、できないよね。だから足が自由なの、足が、だから直線に、なんていうのかな、少しこっち外に出てるの。これ外にこういうふうに出てったらやられちゃうんだから、あーってやられちゃって、もらっちゃって終わりだから、やばいなって、こういうふうに
内側に入ってんの、外から内側に入ってんので、こういうふうに入って、それのために足が必要、足が、足自由だってことを思い出して、もう少し足をうまく活用してってかな、そういう感じでやってみる。難しいんだよねやりすぎはダメだからね、やりすぎちゃダメ、この手止めるのだけでいいの、こうやって止めるだけで、と止めるためにこの手をこういうふうに回ってきたら、いや起きて、それボキッて来ちゃうのね。だから この手止めるだけなの、止めてみてんの、それからこっち入ってんの、こういうふうに、こういうふうに、こっち、こっち、そうすると倒れちゃって、倒れちゃったの、倒そうと思ったらこんなっちゃうから、倒れちゃったっていうふうに思った方がいいんだよね。でこういうふうに、わーってばいって、でこういうふうに下がってきた。そしたら頭の方から入ったら三挙、こういう三挙ね、こういう形、この手かこの足か、この足が大事なんだから、大事、殺されちゃったら終わりなんだから、だからここを守んなきゃいけないの、守るためにこういうふうに足を使って守ってきたの。それでこういう形だからね、こういう形だから、今はこう持ち替えてこっちからこういうふうに入ったんだけど、こういうふうに来たらこのままこういうふうに入ってくると三挙になるよね。そしてこういうふうに来て持ち替えて、でこうね、やばいっていつもやばいって思ってんの。やばいって思わないとやられちゃうの、やられちゃうのだからやばいんだよこれ、命狙ってんだから、命狙ってくるんだから、こうやってこうやっても命狙ってきてるの、だからやばい、触っちゃったらやばいんだ、だからこうやって見て、そしてこういうふうに下がってきたの、当たらないように、そしてこういうふうに三挙で持ってギュッて痛くして、でさ終わりって、そういう形ね。要はさ、当たっちゃ終わりなの、当たっちゃ終わりなの、だからここにいたらやられちゃうの、ここ手いったらやられちゃうの、だから掴まれたらやられちゃうの、だから掴まれないようにしてんの、こう、そしてこういうふうに入ったの。だからさみんなこう形気にしてるからね、形より命の方が大事なんだから、だからいや当たっちゃうんだよって、こう、そう、そしたらこう、どうしたの、それだけなんだよ、形はなんか何にも言ってないよ、命のことしか言ってないんだよそういう風にやってほしいんだよ。でこうやってきた、あーやばいなってきたら、こういう風に来たの、今度出てきたの、そしたら入り身投げ、天地投げみたいな入り身投げになるの、こう来てやばいなって、この手ね、やばい、あーやばい、やばいんだけど来て、こういう風に、こういう風に、こういう風に来たの、この手見てるの、この手見てるの、そしてほら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 、この手、このやばいんだから、ほらやばいんだから、こういうふうに来たの、それだけしかやってないんだから、だからちょっと今度は近づいてる、今度天地投げみたいなね、天地投げっていうのはこう本当は両手でこういうふうに持つんだけど、これはこういうふうに入ったの、こういうふうに、そしてやばいなって見たの、それで近づいたの、こう近づくときにこういうふうにいったら、これ肘来ちゃう、だから肘こうにしたの、それからこういうふうに来たの、それで自分がまっすぐ、そして場所もらって、そういう感じね、そう、あやばいなって、そうしたらもう首があるからこういうふうに近づいてきた、それだけ。じゃあちょっと入り身投げで、いや、やばいんだよ、やばいってことは命だからね、それが最優先なので、これやばいんだよ、これやばいんだよ、で蹴りはやばいんだよ、だから最初にもらってんので、自分が安定してないところでスタートしちゃったら、安定してなかったら当たっちゃうかもしれないので、技やったら当たっちゃうの、だから
や、それこそやばいの。だからやばくないようにしたいの、やばくないように。で、安心していたいわけ。それで、それこういうふうに形が止まったよっていう形で初めてこういうふうに出てきたの。で、途中からこう当たっちゃうかもしれないから、いや無理してやっちゃおうって言ったら当たっちゃって死んじゃったら終わりなんだから、ゲームじゃないんだから、ゲームってから そういう試合じゃないんだから。だから安心していたいわけ。安心、安心、安心なの。安心、常に安心で、絶対来ないよっつったところで後ろ下がってきたり、こう後ろ入ってきたり、こうまっすぐ入ってきたりしてるわけで、当たるところでやってないの、当たるところで競争してないの、競争じゃないんだから。だ、絶対安心、絶対安心だから俺が勝ってんだよって、そういう風にやってんの。だから そこを間違えちゃいけないの。だから武道をやってんだから絶対勝ってなきゃいけないの。だから間違えてもいいよ、最初は できないから待っててくれるんだけど、外れても待っててくれるんだけど、それを待たないように、本当はこういう風に姿勢もまっすぐで自由、足も使える、手も使える、両手使える、そういう風にしときたいわけ。それでこういう風にやりたいわけ。それでこういう風に入ってきて、こういう風に入ってきて、まっすぐこう足が自由、足が自由っていうことね、そういうことをやりたいわけだから そういうことが学びなんだから、やばいけどあいつが下手だから俺の方が勝ったよっていうんじゃさ、いや、もし自分よりテクニックが上だったらやられちゃうんだから、だからそういうことも考えて、必ず安心、絶対安心、絶対来ない、絶対大丈夫っていう位置でやってほしいってこと、そういうことなんですよね。じゃあ最後にこういうのやりましょう。こういうのもね、こういうのもこうやってきてやられちゃうかもしれないの。でも自分が安心、なんていうのかな、自分が絶対やられないってそういうふうにやりたいわけ。だからこういうとこ行かない、行かないことなの。行ったらやられちゃうんだから、やられちゃって、こうそういうやられちゃって終わっちゃったがしょうがないんだから、自分の姿勢をまっすぐにして、俺はやられないよって、それで やられないよって思ってないとやられちゃうの。やね、こうやってきて、やこうやって こういうとこ行ったら力強いんだから、そう やられちゃうんだよ。だからやられないように自分はまっすぐにして、もう線で欲しかったら線でもらってる、線で5になったらやられちゃう、だから線でね、線で線と5ってあるんだけど、線で自分が安定してる、そういうことをね目指してほしいのね。じゃあ線と5の話ですけどね、持たれちゃったら終わりなんだったら持たれちゃダメなの。だから自分がまっすぐで持たせないようにするって、さばくっていうのは、それが洗脳なんだよな、そういう学びだからね。持たれちゃったら終わりだから、死んじゃったと思ってた方がいいぐらいなの。相手だって考えてんだから、相手だって僕をやっつけようとして考えてんだから、だからそれと競争してやってんだから、だから持たれないようにするのが洗脳、考え方ですよっつったら、持たれないようにやっぱり持たれちゃったら終わりだと思ってるから一生懸命やってんだよね。そういうふうにやった方がいいと思うんですよね。じゃあ終わりましょう。よいしょ、はい。